今日の御言葉、ルカの福音書20章20節から26節。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った回し者を使わした。イエスの言葉尻を捉えて総督の支配と権威に引き渡すためであった。彼らはイエスにこう質問した。先生、私たちはあなたがお話になること、お教えになることが正しく、またあなたが人を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで私たちがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。イエスは彼らの悪巧みを見抜いて言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。誰の肖像と銘がありますか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは彼らに言われた。ではカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らは民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、答えに驚嘆して黙ってしまった。ユダヤ教の宗教指導者たちはイエス様を引っ掛けてローマ帝国に引き渡そうとしていました。そこで彼らがイエスに聞いたのは、ローマに税金を納めるべきか納めないべきかということでした。当時イスラエルはローマ帝国の支配下にありました。イスラエルはローマ帝国に税金を支払う義務が課されていました。しかし多くのユダヤ人はローマ帝国に税金を払うことが嫌でした。しかし払わなければローマ帝国への反逆罪で処刑されることになります。ですからイスラエルの民はしぶしぶローマ帝国に税金を支払っていました。そこでユダヤ教宗教指導者たちはイエスに税金を払うべきかどうか聞きます。もしイエス様が税金は払うべきではないと言えば、ローマ帝国への反逆罪で訴えることができます。またイエス様が税金は払うべきだと答えれば、ユダヤ人たちの反感を食らうことになりました。イエス様がどちらを答えたとしても、イエス様の評判は落ちることになります。そこでイエス様が答えられたのは、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいということでした。カエサルというのはローマ帝国の皇帝のことです。このイエス様の教えは今を生きる私たちにも当てはめることができます。クリスチャンの中にはしばしば、自分は神の民であるから税金を払う必要はないんだ、また働く必要もないんだ、教会の奉仕だけしてればいいんだと考える人々がいます。しかしそれは間違いです。確かに私たちは神の民です。しかしそれと同時に、私たちは日本国民でもあります。私たちは神様から日本国民としてこの日本に使わされました。私たちには日本国民としての義務もあります。日本国民に課せられている三大義務は何だったか。教育の義務、勤労の義務、納税の義務です。私たちは日本国民としてこの三大義務をしっかりと守らなければなりません。それこそがまさに神に仕えることを意味しています。日本国民としての義務をほっぽり出してまで、神様はご自分の義務を果たしてほしいとは思っておられません。今日あなたは国民の義務として、まず教育をしっかりと受けているでしょうか。また子供に教育をしっかりと受けさせているでしょうか。また働いていらっしゃるでしょうか。そして日本に税金をしっかりと支払っていらっしゃるでしょうか。これは神様からあなたに与えられている義務です。神様によってあなたは日本国民とされたのですから、しっかりと日本国民としての義務を果たしていきましょう。
カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返していきましょう。これこそが正しい、真理に基づいた神の道です。 All for Jesus。